はい、おかみさんが着物を解いてるんで、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。これ何の着物？紬。何の紬？長い弓沢の紬だと思う。何年ぐらい前に塗ったやつだ？50年ぐらい前だと思う。もともと裏っていうのはここに面と裏っていうのをつけたんだけど、昔はなんでかんで面の裏縫い糸もうしょうがないから、はい、糸がもう切れてるか、うん、老けてるから、はい、絹糸だか、これビビビビビって溶けんだよ。絹糸？絹糸、もちろん絹糸よりちょっと太くないの？そんなことない、うん、だからもうこうやって溶いても切れてくか、糸がこう粘着みたいには古いもんだから、糸がほらくっついて離んねんのよ、こういうふうに。なるほどね。これ今溶いてるけど、この着物ってどうすんの？この着物を溶いて着物にするんだけども、竹が足りないもんだから、うん、身丈も息子の身丈には足りないから、男も打ち上げ繰り越してするべした、うん、そこに羽織の方の表を持ってきて、はぬって、ここもはぬって、一枚の着物にするわけ。羽織と着物両方を使って今の寸法で着れる着物に作り変えるってことだね、うん、一人の着物にするやん。もちろんもちろん。はい、ありがとうございます。合わせにすれば一番いいんだけども、合わせは着ないよ俺も。紬だからよ、もう温暖化になってから。本当だね。だから一人でいい派ってのして、大幅の意識をつけてすると。そうしてください。だから洗い張りをするとますます丈夫になるし、丈夫っていうか、死ぬ糸が折り糸が生まれ変わるっていうか。了解、ありがとうございます。